こんばんは、皆さん。今日もよろしくお願いします。今日もタグチが20時をお知らせいたします。皆さん、声が入ってると、すいません。ヘッドホンをつなげるとですね、このマイクからなんか聞こえるみたいです。気をつけます。はい、こんばんは。皆さん元気ですか？あ、85名の方が見てくださっております。ありがとう。ななみさん、こんばんは。はい、きみさん、まめとさん、ゆうかさん、るいさん、しろみさん、こんばんは。とおるさん、まこさん、あやみさん、ゆかりんさん、ゆみさん、ありさん、こんばんは。さきさん、こんばんは。はい、きりゅうさん、ときさん、まめさん、とりごはんさん、ありさこさん、まりきよさん、かねさん、なぎさん、こんばんは。はい、さおさん、こんばんは。ゆんちゃんさん、たくまるさん、あつこさん、こんばんは。はい、さくらさん、みなさん、こんばんは。今日も声が、エコーがかかっている。なるほど。これの理由はわかってるんですよ、やっぱり。ヘッドホンをね、つけると、やっぱエコー、声が二重になるんだよね。これはね、ヘッドホンとりあえず抜きます。はい、抜きました。これ治りましたよね、皆さんね。うん。これね、前もあったんですよ。だから理由はね、分かってるんですけど、これヘッドホンをつなげないとね、私スイッチの音が聞けないんですよね。まあいいか。まあいいか。仕方ないですね。はい、ゲームの配信やるんですけども、動物の森を今日はやっていこうと思います。はい、田口は音男子でやりますね。皆さんはバッチリゲームの音も聞こえるように できると思いますんで、はいはい、今日もよろしくお願いします。皆さん、最近はですね、楽しい回が続いておりましたね。昨日は久しと汗犬が暴れてまして、その前は朝倉優太が無双してましてね。なので今日はちょっとゆっくりまったり落ち着いてやっていこうと思いますので、皆さん今日も楽しんでください。はい、というわけでちょっとやっていきますかね。皆さん、白井さん、ヘッドホン挿した状態でサウンド入力の設定からどっちかのマイクをオフにできないかしら。それですよね、それそれ。ね、それなんだよねちょっと待ってね、ちょっと一回だけじゃあちょっと挑戦してみていいですか。田口本気出す。いやわかんないな。あ、でもスイッチだったらどうなんだろう。とりあえずスイッチの画面に移動しますわ。田口もこの辺にいますんで、皆さん、はい、いきます。じゃん。皆さんこんばんは。田口の音が聞こえるでしょうか。こんばんは。皆さん、田口の音正常に聞こえてますでしょうか。あ、声聞こえない。あ、聞こえる？あれ？聞こえない？あ、聞こえる。あれどっち？あ、聞こえるね。今聞こえるね。だからこれ、あれだね。普通に聞こえてる？エコーの感じもなしで。聞こえてるかな？普通？いい感じ？これで。じゃあ、田口も、これから、動物の森の音聞けるわ。あ、よかった。じゃあ、これでやります。なんかあれだね。切り替えの関係でなんか、ごちゃごちゃしてて、エコーがかかったりしてたんだね。ちょっと、次回までに直しておきますね。みんな教えてくれてありがとう。はい。じゃあ、ちょっと動物の森やっていきましょう。はーい。何すんの？動物の森って。みんな教えてね。豆吉がいるわ、とりあえず。はい。あ。はーい。はい。豆吉と、粒吉。かわいいじゃん。はい。お客様ともに島に渡り、暮らしのサポートをさせていただきますので、末永くお願いいたしますね。こちらこそ。島開拓。うん。はい。
はい。はい。名前は普通でいいですか？名前はじゃあ、りょうにしとこうかな。とりあえず。カタカナがいいかな、みんな。はい。ローン返すゲームです。あ、そうなんだ。島の名前考えてきてないよ、マリピオさん。この名前は、自分の名前だもんね。あ、ゆうちゃんいる？ゆうちゃんありがとう。助けて。聞こえてるよって。もう5分前に分かってんだよ、それは。よ、小文字、小字。ちっちゃい字、え？ちっちゃい字。あ、押してからね。はいはいはい。OK。OK。勝ち込みといいじゃん。あやみさんいいね。ひたすら借金生活。あ、そうなんだね。これとりあえず自分のでいいかな。ね。スイッチ欲しいな、さなぎさん。欲しいよね。いや、面白いよ。でもね、今ね、ちょっと買えないみたいね。そう簡単にはね。銀行強盗。センス。勝ち込み島。勝ち込み島。いいね、ちょっとね。メロディー島はもう、ピンポイントすぎない？お写真を撮らせていただきます。はい。これか、あれかな？自分のアイコン決めるって感じ？はい。とりあえず、男の子でいいかな。肌はね、白いよね、俺ね。はい。私の島はコンペイ島です、マグロンさん。いいね、みんな。センスあるね。パワハラと、なぎさん。佐藤しか入れない、それ。いや、逆に佐藤だけ入れないのか。面白いね、それね。あ、嘘。大丈夫、今。ナンバリング島、いいね。四季の流れる環境で季節の変化を楽しんでいただけることでございます。そのため季節の流れ方が異なる北半球と南半球の2つのエリアに島をご用意しておりますが、新生活をスムーズに始めていただくため、これまで慣れ親しんだ気候と近い環境への移住をお勧めしております。まーす。日本です。肌だけ決めて他いじらずに決定をしちゃった。うん、俺もね、そんな気がしてた。押しちゃったよね。後で帰れるかな。もう無理か。後で帰られる？よかった。はい。OK。いや、南半球がいいか。南半球がいいかな。いや、そういう。変なことしない方がいいか。ね。佐藤やだよ。はーい。めっちゃ笑うやん。はーい。はい、白井さん、こんばんは。あ、みんな帰れるんだね、ありがとう。え、どうしよう。全然わかんない、これ。雰囲気でいい？いや、でも俺的には、これがいい。これかな。うん、これにしよう。島の形大事ですって言ってるやん。ななみさん、適当でもいい？いいかな？これで。はーい。ちょっとタイムラグがあるせいで、質問聞いてから答えが、ね、答えもらうまで時間かかるからちょっと待ったりするかもしれない。それでは最後にもう一つだけ質問です。はい、何でしょう。りょうさんがもし無人島に一つだけ物を持っていくとしたら、この中のどれを選びますか？前川祐希とかがいいな。なかった、前川祐希。え、どれみんな。どれみんな。食料でしょ。一応ね。いやでも寒いからな。寝袋にしようかな。食料、うん。いやでも暗いの怖いしな。いや、
どうしよう。寒いの嫌だし、寝袋にしよう。うん。聞いただけかよ。おい。なんだよ。楽しい。はい。はーい。はい。あ、皆さん、たくさん見てくださってありがとう。153名の方が、ありがとう。今ね、動物の森をやってます。田口ね、何もやったことなくて、何もわからないので、よかったら教えてください、いろいろね。イメージ映像？あ、アイさん、こういう始め方なんですね。見てるとやりたくなっちゃう。ね、やりたくなっちゃうね、これね。みんなこんばんは。しおりさん、宮城さん、こんばんは。あ、カエルかわいい。これはなんかあれかな。動物とかが住んでくれるようになるのかな。そういうことじゃない？あ、一緒に降り立つことじゃランダムなので楽しみですね。お、これが友達？あ、違う。住む？あ、住んでくれる？嬉しいね。嬉しい。ケンタっていう動物もいますよ。それメロディーに名前変更しよう。ケンタはね。キャラメルちゃん。へぇー。たぬき開発プレゼンツ。楽しそう。楽しそうよね、ミシャルさん。ね、楽しそうよ、今。これさ、ヘッドホンでさ、自分の声が聞こえづらいからさ、なんか違和感すごいよね。うん。ちょっと開けたいよね。いや、ちょっと開けるのむずいか。初期ゴリラでした。ゴリラね。ゴリラも可愛いでしょ。ね。推し動物ができる楽しい。菅沼さん、島が癒しすぎてやってるとすごく眠くなります。いいね。あ、めめめさんこんばんは。ありがとう。ケケ兄さんがかっこいいですよ。あ、グミさん。ケケ兄さんね。ちょっと、チェックしてみる。このままでも可愛いね、こいつね。オズモンド？何オズモンド？アイリス。あ、これがランダムってこと？梅津さん、そう、今から始める。今ね、名前とか決めただけだよ、まだ。はーい。よろしくお願いします。はい。はい。立派なお家を建てることもできなくはないけど、せっかくの無人島の暮らしを存分に味わってもらえるよう、今回はテントを用意させてもらった。豆吉か粒吉からテントを受け取って好きな場所に貼ってきてちょうだい。はい。これはどっちでもいいのかな。豆かな、やっぱり粒か。粒でいいやね。ありがとう。おーい。うん。おーい。うん。はーい。ありがとう。諸悪のタヌキ。はーい。どこでもいいのかな。
これから借金生活が。なるほど。リアル支配人ってことね。言ってたね、みんな。あ。かわいい。そうだよ。よろしく。そうね。はーい。なるほど。なるほどね。自分の視点にはできないんだな、これね。大変だ。場所大事です。キー揺らしたい。何キー揺らす。あ、ほんとだ！キー揺らせる。すごい。あ、こいつが帰るんだっけ？あ、オズモンド。かっけえ。名前かっけえな。二人とも眉毛繋がってんじゃないか。あ、いや、まだなんだよな。うん。うん。いいね。そっか。あ、これ絶対梨落ちるでしょ。あ、どうしたら拾えるのこれ。拾いたい。拾いたいよ。あ、無理だ。拾いたいよ。何ボタン？あれも、今拾えない？拾えないか。まだ拾えないんだ。みんなありがとう。教えてくれて。でも木があるから結構晴れなくない？みっか。適当でね。正面でいい？正面でいいか。ね。はい。うん。場所選び大切。ここでいい？拾います。想像してみよう。うん。一回ね。おう。いいじゃん。OK。たくさん見てくれてありがとう。タグチが動物の森やってます。初めてやってるから何もわかんないけど、いろいろ教えてね、みんな。黄色だ。黄色だね、確かに。はい、貼ったよ、テント。あ、りょうさん、うん、うん、うん、なるほど。助け合い大事だよね。そうしよう。オズモンド終わったよ。うん、うん、あ、いいと思うけど。良さそうだね。おう、おう、うん、え、いいじゃん。お前って言うなよ、お前。初対面だろうが。早いぞ、まだ。はーい。ね。うん。OK。アイリス。地図とか見れないのかな？アイリス、アイリスどこ？あ、いた。うん。うん。うん。良さそうだね。お。あ、いいじゃん。いいと思うよ。はい。そうだよ。バレたか。うん。うん。助け合っていこう。そうそう、そうしよう。今だとローソー店員。確かに。
濃いね。はい。うん。ああ、いいじゃん。いいこと言うね。おう。オッケー。お、今喋ってるじゃん。はーい。オッケー。うん。10本ね。オッケー。Y ね。了解。お、あの足ね。はーい。枝ね、枝。あ、梨、色。おー、いいね。枝どこにあんだろう、枝。あった、これかな。1個目。梨は後でいいか。はい、2個目。はい、3。4。5。6。草むしれる。あ、ほんとだ。草。7。おー、楽しい。楽しいな。8。8だったっけ？あ、なし。なし。なし。これ石は？石は何もできない。9。これ、これで10かな？多分ね。ちょっと多めに拾っとこう。足音かわいいね、マリピョーさんね。いいゲームだ。あ、枝いっぱいある。ちょっと多めに拾って褒められよう。よし。小さい石なら拾える。あ、何考えてんの？あ、拾ってきたよ、ちょっと。オッケー。お金くれんの？はい。そうです。あ、そうそうそう。あ、ありがとうございます。はーい。いいやつじゃん。ありがとうな。はい。あ、なしなの？食えんじゃん。6個くらいもう持ってるよ。そうです、優秀でしょうよ、りょうさんは。どうぞ。いいやつじゃないの？惑わされないでって言われてる。たぬきち悪いやつなんだ。気をつけよう。初期果物はなし。違う人もいるんだ。たぬきち全然いいやつじゃないんだ、みんな。悪党なの？マジかよ。書き上げた。一世一代の新ビジネスなの。なるほど。ビジネスとか言い出したんだ。これから徐々に広げていく方がやりがいもあるってもんだ。というわけで皆さん、皆さんもこの無人島の一員として、あれ、住民がいたらもはや無人島とは呼べないだな、もう。メボーン。そうだな、もう。僕たち最初の住民でこの島に名前を付けるだろう。あ、来た。一人一人アイデアを出し合って多数決で決めるんだもん。今から少し考える時間をあげるから、みんなが考え終わったらせーので発表するんだな、もう。どうしようかな。勝ち込み島にするか。ねえ、みんな。みんな、あれだね。それがいいやってなってたもんね。
じゃあそうしまーす。うん。類部島とかもいいけどね。ラフテル。いいね。ラフテルいいよ。ここが最後の島だったんかいって、ルフィびっくりしちゃうけど。勝ち込みにします。ユウくんはすごい名前だった。あ、ユウのやつね、ちょっと見たよ、俺ちょっとだけ。オッケー。せーの。勝ち込み、ワイルド、もりもり、粒豆、豆粒。うん。これはもう俺だな。もりもりって、もりもり島って。これ負けたらめっちゃおもろいやん。あ、ありがとうみんな。オッケー。あ、バグランさん、体調が微妙なので今日は続きます。みな、バグランさんおやすみ。いっぱい寝てね。ありがとう。勝ち込み島、ああ、なるほどね。島でしょ。ね、みんなね。これがいいよね。お、うん。いいよ、いいよ。うん。社長の座を奪おう。一週間で。島民代表、あ、もう出世じゃん。頑張ります。そうね、最初はそんなに有能じゃない感じを出しといた方が乗っ取りやすいからな。これでいこう。はい。あ、わ、絶対おいしいじゃん。乾杯！よろしく、みんな。何するの？こっから。オズモンド。そうだね。ね。かわいいな、アイリス。ねえ。気に入った？寝てんのか？あ、ありがとう。そうだよ、みんながね、決めてくれたんだよ。あ、そうなんだ。うん。よろしく。社長！楽しんでるよ。あ、なるほど。もうちょっとやろうかな。オッケー。あ、ほんと？ありがとう。もう寝ていいのかな？でもね。これ、人んちって勝手に入れるの？入れない。入れないんだ。チーロさん、スミキさん、こんばんは。こんばんは。ありがとう、来てくれてね。一日目は何もできない。梅津さん、鳥ご飯さん、ありがとう。寝る、寝る、寝る。あ、中に住民がいれば入れます。あー、マリさん、ありがとう。リサコさん、ありがとう。寝ちゃおう。釣り竿とか虫網はあるんですかね。あ、みんな釣ってたね、なんかね、サメとか。休む。何？ベッド？葉っぱだったよ。なるほど。L。オッケー。オッケー。おやすみ。
ベッドもらったね。なんか葉っぱみたいなやつ。最初は、てめえは葉っぱでも敷いて寝てろってことね。それ仕方ないよな。わお。え？何？おお、すごい。寝よう。寝よう寝よう。おやすみ。え、ゴキブリっているの？やば。お、いい音楽。なるほど。一日目が終わりました、皆さん。いや、楽しいね。住民が増えるっていいよね。誰だよ。誰？夢？とだけけ。はい。何？そうね、それはそう。いいこと言うじゃん。いいこと言うじゃん。全然いいけど。あ、そうね。いや、それはそう思ってるよ。そうだね。頑張る。なるほど。つまり、夜ってこと？今9時、8時半ってこと？ゲームも。そういうことね。トタケケいいやつ。あ、そうなんだ。おはよう。タヌキチ、どうした？タヌキチ。オッケー。おはよう。どうした？え、そんなに？ランタンがある。ランタンがある。こんばんは。あ、みーなさんこんばんは。たぬき地獄が始まる。なんだって？移住者の皆さんに大事なのを配りに来たんだ。まずはこれをどうぞ。何？あ、携帯くれんの？ありがとう。これはいいよ。OK。OK。 今までにスマホって使ったあるわ。バカにすんなよ。あるよ。あ、そうなんだ。請求書？渡航費、人件費、警備費、スマホ代、もろもろして、合計49,800ベル。ベルっていうのは円になると、どれぐらいなんだろう。一応財布には入ってるかな、円だったらギリ。入ってないかな。払え、持ってないよ。ベルはとりあえず持ってないからな。そうなんすよ。マイルで支払っていただく。なるほど。たぬきマイレージプログラム。何それ。島でか。あ、なるほど。へえ。お、安い。オッケーです。オッケー。オッケー。
お、どうした？テンション上がった。わかるわかる。何をするのも自分次第。自由だ。ここからの暮らしは現実と同じ時間が流れていきます。画面右上に、が表示されている間、オートセーブをしてますので、電源ボタンに触らないでください。また、マイナスボタンを押せば、好きなタイミングでセーブしてゲームを終わることができます。はい。あ、1ベルイコール1円で大丈夫です。なるほど。その感覚ね。了解。とりあえず借金返したいね。じゃあね。魚釣ったり虫捕まえたりいろいろお金買える。なるほどね。釣ろう釣ろう。はぁ。これだから、他の人の島に行ったりできるんでしょ？ユウの島行ったりとかね。やってる人の。ヒノコ様。ヒノコさん行ってらっしゃい。いってらっしゃい、ヒノコさん。お、歌うのか？お、どうした？おー、親切じゃん。ありがとう、ありがとう。おーい。飛行場？あー、来たとこね。あー、はいはいはい。これで、行けるんでしょ？ユウの島とかに。おーい。オッケー。借金しても追い出さないところが優しさなのかも。そうね。今のところ許せるよ、まだ、俺は。あ、宮城さん、友達の話題について行けてなかったけど、りょうくんのおかげで今日から集まりのことがわかる。いいですね。一緒に集まり楽しんでいきましょう。何しろって言われたっけ？あ、別の半球に行くと別の魚が釣れたりする。伊豆さん、ありがとう。メールを見る。ZL。メール、カメラ、マップ、パスポート。あれ？メール？ポストなんか来てる。え、みんなすごいね。みんな、すごいね。ゲーマーだね。なるほど、この光が来てるよっていう意味か。母、お母さん？空見上げ飛行機雲の奇跡を思い馳せるわ。我が子の門で、引っ越しおめでとう、母より。いや、今日父じゃなくて母から来たわ、手紙。父もいんのかな？父、父、見てるか？父。五七五だしな。うん。ありがとう。任天堂。この度アップデートのご協力ありがとうございます。うん。今後の、オッケー。こちらこそ、任天堂さんいつもありがとう。ありがとうございます。おい。次は？次どうするみんな。あ、入れた。こんにちは。オズ、どう？元気？おう。うん。え、何くれんの？帽子？ちょっと赤は、まだ早いかな、ちょっと。最初は黒とかの方が良かったけど。ありがとう。うん。いや、でも、せっかくだし。かぶるよ。ありがとうね。この寝袋もらっていい？これ欲しいな。取れないわ。じゃあね。ポスト戻って A ボタン押しましょう。お手紙にプレゼントがついてるよ。へぇ。あ、その色じゃないよ、ミーナさん。あ、そうなの？え？たぬきマイライジデザイン。かぶってみたら違う色かも。え、そうなの？どうやってかぶんの？ A ボタン。A ボタン？どこで A ボタン？と、メール見て A ボタン押して。え、むずいむずい。ここ、これメール、あ、メールね。手が、ここじゃなくて。メールどうやって見るの？マップ、パスポート。ポスト、りょうくん、ポスト。お手紙もう一回開いて、あ、お手紙をもう一回開いて、A ボタン。
え、合ってる？合ってないね。手紙開いて A ボタン。ポスト見て読む。で、A ボタン。こういうこと？あ、なるほどね。これ、あ、こういうことか。こういうことね。あ、もらったもらった。X、X で選ぶ。あ、キャップ、なるほど。身につけよう。黒やん！わかってんじゃん、オズ。ありがとう、オズ。後でお礼言いに行こう。アイリス？何してんの？それだけ？なんかちょうだい？おう。おう。ああ、そうでしょ。うん。うん、それはそう思ってる俺も。傘？レシピ？作ったやつ作れよ。うん。たぬきちね。ありがとう。覚える。何？レシピの方が大事。あ、そうなんだ。で？で、どうすんの？たぬきちんとこ行けばいい？ぷこさん、こんばんは。あ、レイさん、こんばんは。レシピ覚えましょう。覚えていいんだね。3人で住んでんの、ここに。ちょっときついな、それは。OK。OK。おお、無料なんだね。オッケー。埋蔵金、草の中の光ってるやつは埋蔵金だって。とりあえずプレゼント開ける。オレンジさん、ニンテンドースイッチ？え？携帯ラジオ？ニンテンドースイッチ？え？ニンテンドースイッチ、今欲しい人いっぱいいるから、誰かにあげよう。素朴な DIY 作業台。で？俺も釣りしたいなぁ。スコップ。道具作りましょう。道具作りたい。DIY は素材を島から集めて作ります。こういう草とかね。草は拾うよ、私いっぱい。あ、あかりさん、やっとゆっくり見れる。ゆっくり見て。お疲れ様。あ、ニンテンドースイッチ売ると高い。なるほど。特に今の時期は高いよね。転売ヤーみたいになっちゃうけど。レシピ覚える。OK。舞さん。舞さん、ありがとう、いろいろ。これね。葉っぱの傘、覚える。どうやって覚えればいいんだろう。あれ？レシピ覚えないとです。覚えたいです。マイレージ見ませんか？あ、みんな、ありがとう、みんなありがとう。マイレージ見るよ。これでしょ？このプログラム、あなたの島での活動についてマイルをプレゼントいたします。OK。たまたまマイルは島の案内所にある端末で、さまざまな特典やグッズと交換できます。マイルを暮らしにお役立てください。おーい。マイルゲット。あ、なんだこれは。ありがとう。あ、500。あ、あと4500って返せるじゃん、借金。お。あ、ありがとう。300。これはまだ。釣りのやつね。昆虫。あ、昆虫ね。いっぱい昆虫いるんでしょ。フルーツ狩り。あ、これ。なるほど。いろいろやって、ポイントを貯まればいいんだね。楽しいじゃん。オッケー。で、たぬきちに教えてもらえばいいの？父親いるな。
父親はまあ置いとこう。あ、たくさん見てくれてありがとう、みんな。199になって嬉しい、ありがとう。動物の森やってます。はい、何？あのね、 DIY 教えてほしいの。そう、これ。あ、ありがとう。うん、そうね、それできた方がいいね、確かに。やってみます。はい、今日暑いな。ハロゲン切ります。お、釣りだ、やった。あ、ザイルね、オッケー。5本、5本ぐらいあるよ、多分。しょぼいですね。5本ぐらいあるんじゃない、ないかな。いっ、オッケー。あ、ゆすればいいんだ。あ、そうなんだ、ありがとう。あ、マギノスケさんこんばんは、あやちさんこんばんは、みんなありがとう。枝が欲しいです。これちょっと見にくいな、これ角度。なにこれ、キウイ、あれ、あ、ベル、お金落ちてくんの木から、すげえな。枝が欲しいよ、枝。あ、ありがとう、木に打っちゃったよ。あ、ありがとう。梨も取っとこう。蜂の巣も落ちてくるから気をつけてくださいね。だって、ななみさん、マジかよ。俺は蜂ね、めちゃめちゃ苦手なんだよな、本当のやつ、本当の蜂。怖え。お、石拾えた。あ、いる、なんかいるよ、みんな、後で釣ろう。蜂出たら逃げてね、ゆりさん。逃げるよ。蜂は怖いよ。ミノムシとかクモ。最悪だ。はい。あ、お願いします。オッケー。しょぼい釣りぞ。いや、急にスイッチ入るタイプよ。ありがとう、釣り竿。同じ木を何回吸っても OK。マイナス3かな？ありがとう、マイナス3。体力奪われる。え？かしら？桜さん。ねえ、怖いね。おーい。あ、ありがとう、ありがとう。いろいろ作りたいから。いや、もう最新だな、タヌキのくせに。あ、ありがとう。それ助かるわ。すごい時代だな。あ、ありがとう、ありがとう、それは。これ壊れちゃうの？釣りたい。普通の釣り竿も作れるようになります。なるほど、目が腫れる。うわ、怖っ。これさ、魚の影があるとこじゃないとやっても意味ないのかな。竜宮の使いとシーラカンスって、すげえな、キュリナさん。あ、いた、ちょっとやっていい？どうやってやんのこれ。これで合ってる？
手に持つ。持つだけかい。あ、なるほど。え、これどうしたらいいの？なんか、ボタンとか押す？え、押す？あ、え？これは待ち？待ちの時間？これ。え？ A ボタン。揺れたら A ボタン？え？え？いつ A ボタン？A ボタン押す。いなくなっちゃったよ。うちは、浮き輪がね、沈んだら A。なるほど。ポチャンって言ったら A ボタン。もう逃げたよ。あ、なるほど。魚釣りたいな。浮きが沈んだら A。チャポンってなったら A。OK。アイリス、お前もやってんのか。そうだな。あ、いた！いたぞ。いや。いや。そっち？ B をしながらだと早く走れます。あー、なるほど。リンゴさんありがとう。あの魚全然見向きもしてくれない。ほんとだ！ダッシュ！早いね。おー！魚！あ、あれ？気のせい？魚！俺は焼き魚が食いてんだ、今日は。とりあえず拾っとこう、いっぱい。ね。走りすぎダメ。あ、そうなの？ダッシュしたら魚が逃げる。なるほど。奥深えな、動物の森。いいゲームだ。魚。魚。魚にこだわりすぎ？あ、あれ、このちっちゃいのは？センスねえな、俺。ちょっと。ほっ。え、むずくない？狙い通りにやるの。ほっ。来た。ポチャって言ったけど。あ、ポチャって言ったら、あ。え、ちょっと、ちょっとセンスを感じないな、自分に。あ、いた！アイリス、アイリスの獲物を。横取りだ。いや、むずいむずい。ちょっと待ってね、みんな。するからね。しっかり沈んだら。なるほど、なるほど。全然。ちょっと待って。下手だよね、俺ね。浮きが沈むまで我慢しなきゃいけないのね。オッケー。ちょっと諦めようかな、一回な。あ、もうでもこいつ最後にしよう。このちっこいの。え、逃げるじゃん。逃げるじゃん。小魚。まだ？まだだよね。振動してるちょっと。今？あ、え？やった！やった！なに？どんこ？ちっちゃいけれど、顔はいかつい。あ、いいじゃん。やった！釣れました！みんなのおかげで。オッケー。梨はね、いくらあっても困らないから。ありがとう、みんな。みんなのおかげだよ。で、
何すんの？とりあえず、あれかな？とりあえず、いろいろ作ったらいいのかな？そういうこと？あ、アヌさんおはよう、こんばんは。雑草拾って島きれいにしよう。なるほど。売ったらベルになる。なるほど。これいろいろ作ろうかな。うん、そうしよう。あ、トナキチの話を聞け、とりあえず。あ、網作りたい。作っちゃうよ。これで虫ゲットできんじゃない？網。作れる。焚き火？焚き火も作った方がいいな。作ろう作ろう。梨は100ベル、オレンジは500ベルで売れるんだ。焚き火、なんで葉っぱなの？虫取りしましょう。やった！虫取りしよう、みんな。作ってる時に A ボタン連打すると作るの早くなる。なるほど。へぇー。みんな裏技いっぱいありがとう。そういうのね、知ってかないと。ダメだもんね。おお。あ、なに？お、お金。あ。虫って。レシピ覚えよう。ありがとうみんな。これかな？葉っぱの傘？これ？みんな優しいね。みんなの言う通りにしてったら俺は一流になれるわ。ありがとう。この時間帯虫いないかも。確かにそうだよね。あ、そうなの。十字ボタンで手に持つ道具を変える。おお、レイさんありがとう。便利。とりあえず雑草拾ってきれいにした方がいいな、みんな。キラキラはスコップないと掘れない。なるほどね、マグロンさん。了解。ナナミさん、タヌキマイレージの画面で何すればマイル貯まるか見ましょう。なるほど。マイルを貯めていくのね。釣り名人はちょっと、まだ早い俺には。昆虫ハンター、すべての基本は挨拶から。新しい場所で新しくできた仲間との共同生活、仲良くなる基本は挨拶だなも。なるべく毎日、島民全員に声をかけて回って、積極的にコミュニケーションを取ってちょうだい。間違いない、いいこと言うじゃん。あ、レシピ増やそう。いいね。うん、増やしたい。レシピをね、うん。あ、シカさんお帰り。DIY で道具を作った回数に応じてマイルのプレゼントを実施中。お、なるね。手作り家具で暮らしを豊かに。ああ、家具いいね。いいソファーが欲しいわ。ソファーベッドがいいな、最初はね。フルーツ。あ、これだから梨でいいってこと？あ、売るんだ。なるほど。どこで売るの？フルーツって。デイリーミッションも出る。なるほどね。伝説の釣り人まだ早いって俺には。うん。写真？へえ。え、これ一発でもらえるのかな？これ一回でもらえそうじゃない？パスワードの更新。この辺、あれじゃない？マミキチのところで売れる。なるほど。フルーツつぶきちのところで売れる。あ、なるほど。セリカさん、ちょっと離脱します。はい、いってらっしゃい。写真撮れる？売るのは梨のみの方がいいです。サキさん、ありがとう。そういうの大事。写真撮ろう。撮影した写真は OK。 あ、なるほどね。どうしよう。撮れた？いい写真撮れた。
これだから、マイレージがもらえるよっていう合図だね。ありがとう。やったー。300。パスポートの更新は？これもできれそう。できそうだけどね。パスポート更新。あ、これ？パスポートの更新しよう。オッケー。あれ？更新する。写真。あ、写真ね。こんな後ろ姿でいいの？味あんな。いや、顔が写ってる写真にしてくださいって言われるけど、これでいいや。一言コメント？肩書き？肩書きまだ早いよ。俺、あ、なるほどね。どうにしようかな。まだまだ、無人島のやってきた。なるほど。木漏れ日の滑稽場。キャンパー、客。動物の妹、おじいちゃん、弟、おばあちゃん、お客。写真好き。なるほどね。パパ、ペット、息子、村人。これでしょ。とりあえず。オッケー。これでマイレージもらえるんだ、また。ね。みんなのおかげだ、ありがとう。オッケー、もうもらえそうなやつないかな。これか。掲示板、島の掲示板へ書き込みをしてくれていたのは、初回にマイルをお渡している。仲間とのコミュニケーションにも使えるし、掲示板はどんどん活用するといいだ。オッケー。島の掲示板ね。サオさん、おかえり。おかえり。あ、これか、掲示板。あ、鳥がいたのに。ごめんな。お知らせ、暮らしに役立つ。それと、もちろん、遊びに来た皆さん。オッケー。あ、書き込む。あ、みさまえさんお帰りー。あ、マイルもらえるんだ、これで。はい、ありがとう。もう、マイルの借金返せるんじゃん。お絵かきしましょう。お絵かき？絵も描ける。あ、なるほどね。ひのこさんお帰りー。いい湯だったかな。ガがいるよ、虫いた。なになんだって？あ、ほんとだ！こういうのはゆっくりなんだ。うわ、いけた！やったー！網のセンスあり。いつまで釣りしてんの？お前大丈夫か？風邪ひくぞ。羽織れよ、なんか。そして横取り。ん？これは？土壌！いいね！ごめんなよ、アイリス、横取りしてな。夜中だとタランチュラとかサソリ出ます。なんだってリンゴさん。怖っ。俺もパニックだよ、俺だったらね。あ、またいる。とりあえず魚をいっぱい釣った方がいいかな。
ちょっとむずいね、距離感。これはもう自動に調整してくれよ。してくれないんだよ。ほっ。近いよ。あ、見た。来た。はい、ありがとう。いいね。魚焼きたいね。向こう岸には進めば行けるようになるので、今はこちら側の雑草を拾ったり魚釣ったり虫を釣ったりしましょう。はーい、ありがとう、ドリガンさん。あ、豆吉に売りに行ってベルを稼ぎましょう。なるほど、チーロさん、豆吉にね、高値で売りつけよう。あ、またいるよ、魚。とにかく釣った方がいいのかな。ほっ。いや、むずい、自動調整、自動調整システム求むだよ。魚焼けないんだ。博物館に寄付するか売るかと二択。焼いて食いたいのにな。これね、木が邪魔なんだよな。木が。木のせいで見えないんだよ。ねえ、アイリスね。ちゃいちゃい、お前に喋りかけたんじゃないの。俺は釣りをこうやりたいんや。あ、視界に入らないとダメ。なるほどね。逆なんだ。つまり、ちょっと俺がやってることは。ほっ。入った？来た。ほいよ、でも。道場多いね。最初のやつなんだっけ？あ、蝶々いる。蝶々いるよ、みんな。静かにしてね、みんな。ほっ。あざす。ガだった。怖くない、怖くない。ガならね。だから、タルキチに売りに行こうか。木もそのうち引っこ抜けます。ドンコね、ドンコ。あれ？川魚と海魚で分かれるよ。なるほど。タルキチに売ったら博物館に繋がる。なるほどね。タルキチ、買ってくれよ。こんにちは。生き物を見つけたよ。土壌。そう。何？いいよ、いいよ。おお！博物館、オッケー。左のタヌキに物を売れる。なるほどね。ありがとう。何？アプリいっぱい知ってんな、お前。サバとかサンマは釣れないのでしょうか、さくらさん。ね、釣りたいよね。おお、ありがとう、ありがとう。ああ、そういうの好きよ。はーい。もう1時間もやってるじゃん。早っ。あ、おう、そうだよ。うん、見る見る。雨の日はシールカンスが釣れる。なるほど、リンゴさん。いいね。なに、これ買った方がいいの？ビニールチェアとピクニックバスケット。俺そんなお金持ってるか、その前に。なるほどです。OK。いや、二度でも。ありがとう。あ、なるほどね。頑張るよ、俺、それは。やっぱね、綺麗な街がいいからね、島か。買い取って。オッケー。
草よ、草。これ。そう。ああ、結構払ってくれんじゃん。ありがとう。草で。あ、小鈴さん、おかえり。なんか、マイレージ。マイレージ、しょっちゅう溜まるじゃん。おお、なるほど。マグロとかするのに7、8月まで待機ですね。すげえな。そんな季節も関係あんだ。このゲーム、すげえな。あれ、もっと他にもある。何？どれどれ？虫？もしかして。あ、不要品買い取ります。おぞーす。へぇー。たぬきちに。あ、なるほど。土壌以外の生き物もたぬきちに行った方がいいのね。あ、いちさん。少し席を外します。待ってるよ。梨も売る。なるほど。生き物見つけた。あ、梨はね。梨は豆の方ね。オッケー。アリさん、そう。帽子もらったの。黒いやつ。これ全部とりあえず、渡せばいいのかな。そう。うん。いやー。何？おうおう、作った網とか。あん。おありがとう。それそういうの待ってるよ。キャサユイさん、お仕事お疲れ様。来てくれてありがとう。斧お、ありがとう。いいやつじゃん。オッケー。生き物見つけたよ。これあれか、複数選択ができるの？複数選択したいな。できないのかな、まだ。あ、でもこいつら一緒だしな。とりあえず、ドンコでいいか。いかつい名前だな。そう。いやー、ありがとう。何？おお、いい島になるよ、植物はね。オッケー、ありがとう。梨を売るんだね、豆にね。買い取って。梨、あれ、あ、ほんとだ、もう全部売っちゃおう。オッケー、売っちゃうよ。ありがとう。お、そうなの？一緒じゃない。オッケー。こいつは？こいつは何なんだ？あ、いいやつじゃん。ありがとう。何する？みんな。次ね。まだ溜まってるマイレージ。すごいね。これ、でもあれかな。こんなしょっちゅうマイレージをチェックするもんじゃないのかな。ね。カオルさん、お帰り。
レシピ。おー。なるほどね。傘、巣箱、斧。あ、斧欲しい。斧欲しいよね、みんなね。マイルズチェックした方がいい。ありがとう、タリガンさん。なんか、魚の話してたら腹減ってきたな。斧作ろう。あ、トリガンさん。やっぱり？じゃあ木の枝だね、やっぱり。間違えて、網ポンってやっちゃうのかわいいな。あ、ありがとう。木、枝。スコップがいる？りょうくんお魚好きですか？そう、好きだよ、お魚。みんな関係ない質問もしていいからね。してね。あ、ガーいるじゃん。ガーはいいか。ね。スコップはまだ作れないんですか？ねえ、ちょっとね、どうなんだろう。とりあえず、斧作ります。巣箱。あ、巣箱とかいいじゃん。鳥買えるじゃん。ね。りょうくん、夜ご飯食べてないんですか？いや、なんかね、ちょっと食べた気が、あ、結構前に食べちゃったから、昼過ぎとかに食べちゃったからね。夜ご飯はまだ食べてないね、そういえば。動物の森は何のゲームでプレイしてるんですか？スイッチ。そう、カウルさん、スイッチ。こちら。斧できたよ。オッケー。木が切れるのかな、斧あったら。スコップ作る。なるほど。ほら。お、すごい。何？初めて見た。柔らかい木材。おお。あ。へへ、かわいい。石だ。ほっ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 。あ、色が違う。音が可愛いね、アヤリスさん。可愛いね。ほら。次は？次何するみんな？一つの石から最大8個出ると思います。これ衝撃が半端ない。あれ出ないな。あ、魚いる。土壌？土壌ばっかりだな。おっきいの狙った方がいいのか。つむぎさん、いってらっしゃい。DIY 台作ると外でも作れますよ。なるほど。あ、石は連続で叩かないとダメなのね。硬い木材を集めてスコップを作ろう。スコップね。海。よく海行ってみよう。キュリナさん。わかった。次、海行こう。これを作ればいいんだ。なるほどね。あ、でもこれしか作れないんだ。今。材料的に。スコップは、あ、あ、え、あ、え、あ。なるほどね。スコップ。
ップは、スコップはまだないのかな？ね。なさそうだよね、スコップ。これ作ろう。うん。これは一番必要だから、マルタの杭が。スコップまだないんだね。オッケー。配信時間もう半分経っちゃってるんだ、トッキンさん。確かに。1時間20分経っちゃった。レシピもらってないから。ねえ、レシピか、あ、レシピが買える。なんだって？高値の魚が釣れる。海釣りは、伊豆さん。ありがとう。とりあえず海行くね。あ、りさこさん。あ、りさこさんおやすみなさい。寝るのかな？あ、くるみんさんが寝るのかな？おやすみ、くるみんさん。ありがとう、見てくれて。あ、貝。ポケットがいっぱいだって。なんだって？じゃあ、売った方がいいんだよね、これね。そういうことだよね。何してよ。捨てんのもったいない？これだから、拾わなきゃいいんだ。後で取りに行こうよ。みんなすごいね。全部教えてくれるね。ありがとう。ずっとガがいるんだよ、あそこに。買い取って。どうしよう。これだから魚とか全部、あれ？魚も売っていいの？売っていいんだ。博物館は、なんか同じ種類のやつはいらない、持っていかないくていいのかな？あ、アリさん、自分が集まり買ったらこのアーカイブ見ながら進めます。ぜひ、そうしてください。みんなね、親切に教えてくれてるからね。もうバッチリだよ、これで。だから一気に売ればいいんだって。間違えちゃったよ、また。タヌポート見て。何タヌポート？タヌポートって何？オレンジ以外は基本売って大丈夫。へぇ。博物館を一つ渡せば終わり。オッケー。ガもオッケーだし、土壌もオッケー。石、あ、これ、この辺は使えるもんね。スイッチも売っていいの？みんな。スイッチ。オレンジは売っちゃダメ。携帯ラジオ？え？スイッチは売らない方がいい？斧。球根は必要？必要だな。雑草。サンドダラー。この辺持っていいの？スイッチは売っちゃダメ？右下のやつ。右下のやつね。タルポートね。オッケー。貝殻は？ラジオはダメ。オッケー。魚と雑草と球根も必要。サンドダラーは？サンドダラーって何？こんなもん拾った覚えはないんだけど。貝はいいと思う。貝。エビス貝ね。オッケー。これは使えるもんね。DIY に。貝は売る。オッケー。これ貝か。サンドダラーって。なんだサンドダラーって。初めて聞いたぞ。オッケー。売りまーす。貝。サンドダラー貝なんだね。勉強なるわ。オッケー。で、ATM ね。あ、なに？はい。なるほど。あ、いいね。ショッピング？なんか欲しいね。室外機必要じゃん。でもまだテントだからいいか。キャップね。いいね。メガネ。服。いいじゃん。スリッポン。お散歩？お散歩3200円。高。何お散歩。あ、マジ？みんな止まってる？頑張って！ YouTube。
くるくるしてる？なんだって？りょうくん花粉症ですか？そうなの？ごめんね。あ、曲なんだ、お散歩。なった、おかえり、みんな。動いた、みんなありがとう、おかえり。で、海行こう。テント行く。テント行ってスイッチやラジオとか飾ろう。なるほどね。そしたら、ポケットもね、開くもんね。久々に帰ってきました。自宅へ。スイッチ。飾る。おお！テレビもないのに。あと？焚き火。焚き火ってテントの中でやっていいの？怒られるよね。火事になったらどうすんだよって言われるもん。携帯ラジオ。魚も部屋に飾れる。音楽流れてるわ。焚き火は外ね。オッケー。焚き火。はい。おお、火ついた。海行こう。海行って、いい感じの。あ、貝、貝、貝はいいよ。貝は綺麗だから。雑草が邪魔？なるほどね。朝からいる。おい、視野狭いな。視野狭いな。感じろ。ほっ。嘘、と。ほっ。はい、最高。え、今逃げられた？え？むず。宿からいたら網で捕獲。なるほど。本当だ。あ、これで視点が変わるんだ。ありがとう、みんな。大きい魚釣りたいね。ちっちゃいのでいいや、一回。よいしょ。後ろ。よいしょ。あ、ほら。左にいるよ。いい、左に入れたじゃん。ほっ。ちょっと止まりがちですね、今日くるくるが。そうですか、皆さんごめんね。くそー。たまにあるよね、最近ね。なんでだろうね。YouTube さん頑張ってほしいね。まだ手前に大きいのいたよ、海。マジ？君さん。こっち？こっちいた？大きいの。我慢。
我慢だ。来た。入り直せば大丈夫。アルピオさん、ありがとう。なんだこれ。蝶々魚。やったー。おっきい魚が釣りたいよー。おっきい魚。おっきいの。こっちも海？あ、こっちも海じゃん。あ、おっきいのいた。ほっ。ほっ。いやいや、もう、当たってるよ。餌。当たってるよ、背中に。感じてよ。もう、前がいいんだな、やっぱ。やだ。お、これは何？ブラックバスだって。中学生が一番釣りたい魚だ。それは偏見かな。うちの地元だけかな。空き缶釣りました。何空き缶って、メイコさん。あ、いた、また。よいしょ。あれ、なんで。なった？みんな。ありがとう。我慢。ほい。何？おっきくない？これ。続きだって！うまいじゃん！絶対美味しいよ。なった？みんなお帰り。ありがとう。中学生が釣りたい魚わかります。あ、ほんと？わかる？よかった。うちの地元だけかと思ったわ。キスとか釣りたいね。キス、キスうめえからな。あ、またいる。魚いっぱいいるね。これただただ魚を釣りたいね。魚がいるとね、やっぱ魚呼んでるもんな、俺をな。魚がくるくる、もうくるくるやめてねえ。せっかく見てくれてるのにさ、ちょっと。りょうくんはリアルで釣りしますか？いや、釣りね、しないね。鈴木、いいね。あ、どうした？壊れた！ありがとう。今までありがとう。釣り竿を。愛着湧いてたのにさ。ウッドカッター、森のウッドカッターって名前ちょっとダサめ。はい。みんなね、みんなのおかげでね、いい感じに楽しめてるよ、田口。ありがとう。すごいね。楽しいね、このゲーム。貝。あ、ヤドカリちゃん。貝じゃなくて。あ、逃げる。アミ、斧じゃないよ。そんな俺は悪いことしないよ。あ、むずい。いや、くそ。ああ、いなくなっちゃった。もう、斧出すから。ヤドカリに斧はダメでしょうよ。ねえ、そんな悪いことしないよ。あ、ヤドカリいる。あれ、ヤドカリじゃない？
左上のやつ。ゆっくり行くぞ。ゆっくり行こう。これやどかり？はっ！やった！イエーイ！ヤドカリゲット。楽しんでるね、俺。梨見てたら梨食べたくなってきたね、すごくね。一回売ったり博物館したりしたりの。あ、買えるんだ、ヤドカリ。あ、なんかあれ見たかも。なんか、ね。あれに入って。生き物見つけたよ。ルレクチェ。ルレクチェ好きですか？何、アリさん、ルレクチェって。止まった！もう！頑張って！止まんないで！くるくるタイム多いんだね。ごめんね。声だけ聞こえてるとか、そういうパターン？あ、エミルさん、抜けます。ありがとう。いってらっしゃい。戻った、ナナミさん。ありがとう。と思ったらまたくるくる、キミさん。くそー。戻った。今日はアートモンスターやるわけにもいかないからな。ジョーロもらった、みんな。よく釣りはしますか？しないんだよ、ゆうかさん。釣りは昔はね、したことあるけど。みんな動物の森関係ない質問とかして全然いいからね。待ってるよ。でも風太さん？風太って、あの俺の友達の風太じゃなくて？よくん、パーカー好きなのですか？さくらさん。うん、好きよ、パーカー。前開くタイプもね、開かないタイプも好きだね。LINE 通話で部活してるのすごいね、チーロさん。台本の読み合わせしかできないんですけど。そうだよね、わかる。俺もね、読み合わせしたけど物足りないよね、あれだとね。お、フータ来てくれんだ。おお、結構なパシリ。オッケー。フータのテントをね。オッケー。今日のツイートの自撮りめちゃくちゃ可愛かったです。若干ピロンピロンピロンでしたね。ドッキーさん。そうだね、確かに。
ちなみに今、りょうくんの分身が着ている服もランダムでみんな違う。あー、なるほどね、鳥ごはんさん。りょうくん、いつもパーカーがよくお似合いです。ありがとう、宮白さん。テントの場所が博物館になる。なるほどね。博物館ね。博物館はちょっと外れてていいかな。じゃあね。でもなかなか。あ、プコさんお帰り。今ね、魚釣ったりしてたよ。博物館。LR 押したら地図見られる。ありがとう、キュリナさん。それはいい情報。ここでいいかな。うん。もう決めちゃおう。ZL で地図見れる。了解。いっぱい渡せばいい博物館になるんだね。OK。あ、キーあるとこでも建てられるんだ、ヒノコさん。それ素晴らしい情報。ありがとう。あ、なにこいつ。雲だ！こっち向いてる。今見つめ合ってる、雲と。そう、よしよしよし。あ、俺はお前を捕まえたいんだ。あ！なに？死んだ？ちょっと待って。マジかよ。そんなこともあんの？くっそー。一生の不覚だぜ。もういないよな。あいつ、やりやがったな。もう、逃げたよな。なんてこった。網持ってると襲ってきます。くっそー。あの野郎、仕返ししてやるぜ、いつか。高く売れるんだね。あ、そうなんだ。あいつを捕まえたら高く売れるんだね。次頑張るよ、あったら。だって完全に目合ってたもんな。で、一回素振りしたらバレてやられたよね。何してんの？うん。お話ししよう。うん。うん。それ知ってるよ。うん。何使ったんだよ。ああ。気をつけろよ。あ、あっち、てかあっちってどうやって行くんだ？まだ行けないの、あっちは。橋とか作んなきゃいけないの。魚釣りたい。貝か。いや、ヤドカリと間違えるよね、あれは。みんないっぱい見てくれてありがとう。雑草、雑草掃除。あ、そうなんだ。網だと刺されちゃうのね。オッケー。斧にしたら違うゲームになっちゃうよ。これね、めっちゃ怖ない？これ。夜中にこれで徘徊してる。デッドバイデイライトみたいになっちゃうよ、それは。だから、釣り。あれ？斧と網の二択なんだけど。なんでだ？あ、釣り竿壊れたからか。なるほど。釣り竿作んなきゃ。釣り竿作りに行こう。
よいしょ。ふーた、うん。あ、見つけた見つけた。あ、ほんと？あ、よろしく。お、結構溜まってるよ。いや、せかしてるやん、それは。ちょっと待ってよ。まだ1日も経ってないよ。でも返せるのかな、お金。あ、これ、もう溜まったっしょ。うん。溜まってない？急がないんかい。さっきちょっとせかしてきたやん。どっちやねん。あ、ジョーロ作った方がいい。あ、あれか。球根とかか。ちょっと俺の顔のせいで柔らかい木材が何個いるかわかんないよ。ちょっと。俺の顔があるせいで柔らかい木材が何個あるかわかんないよ。邪魔だな、俺。仕方ないか。勘でいっぱい持ってこよう。よし。え、あ、木の枝も何個必要かわかんないよ。俺のせいで。オッケー。枝ね、とりあえず。とりあえず、斧の方がいいか。これちょっと我慢して。捕まら、警察いないから大丈夫だよね。斧持って深夜徘徊してても。あ、この辺やったからかな。もう出ないのか。あ、鳥ご飯さん、ありがとう。柔らかい木材5ね。やっぱ重いんだね、みんな。ごめんね。どうしようもないんだよな。こんちゃん、見てたら、ちょっとでも大丈夫な方法考えてくれると嬉しい。ええー、斧も壊れる。物持ち悪っ。もっと大事に使わなきゃ。俺は未だに iPhone7 でも大丈夫だけどな。もう何年使ってるかわかんない。枝、とりあえず枝。枝。マリピオさんありがとう。おやすみ。道具壊してもマイル貯まります。なるほど、サーヤさんありがとう。なるほどね。いっぱい使おう、じゃあ。雑草気になるな。サオさん、金の斧とかありそうだね、確かに。アイカさん、ありがとう。頑張るよ。もうすぐ2時間経っちゃうよ、みんな。早いね。斧作れる？足りない。あ、斧、石が足りないかな。あ、やばい。追い込まれてる、今。何にも足りないよ。木を揺らします。なるほど、同じ木でもいいからずっと揺らしてればいいの、こうやって。なるほど、くるくるする。もうくるくるしないで、お願いだから。あ、これがいいかも。ちょっと耳を出すっていう。訪れもくるくるもひどいですって。もう頼むよ。頼むよ。ねえ。あ、梨はすぐにならないから取りすぎ注意。なるほどね。ありがとう、千尋さん。
くるくるしてる間雑草を拾っとこう。確かに、間違いない、そうします。たぬきちの呪いか。なるほど。ねえ。あ、枝いっぱい。なるほどね。揺らせばいいから、とりあえず枝は、オッケー。これ。確かに、リンゴさん。マイル返したらくるくる治るかもしれない。あ、作れるって。やったー。作っちゃうよ。作ります。作っちゃう。いいね、すごい勢い。急にスイッチ入るタイプだ。あ、味噌マヨさん全く見れなくなっちゃった。なんてこったい。とんでもない勢いで視聴者さんも減っております。仕方ないよね、みんなね。ありがとう。これで柔らかい木材を集めに行きましょう。ラグのせいで気づいたら違うことでなんかしてる。ごめんね、リンゴさん。くそ。りょうくんが瞬間移動する。ああ、真っ暗になっちゃった、サオさん。声も聞こえないんだよね、みんなね。はあ、どうしようね。これはね、大変な問題ですね。ちゃんと対策考えないとね。どうしよう。生配信してる人が多いのかな。そうなのかな。なんか毎日やってる人特典で強くしてくれないかな。とりあえずみんな、俺は続けとくね。とりあえず続けるから、みんなごめんね。ごめんね、みんな。はあ、動いた？やばいやばい、斧の無駄遣い。あ、ラムネさんありがとう。ごめんね。シカさん、画質落としてみました。りょうくんは続けてくださいね。ありがとう。とりあえず田口は続けます。YouTube を信じて。今は柔らかい木材を集めているところです。あ、ちょっと待って。みんな。みんなに見てほしいんだけど、すごい虫がいた気がする今。うわ、あ、消えた。今ムカデみたいなのいたのに。そんなこともあるんだね。佐藤くん、佐藤くんも集まり買ったの？
なるほど。皆さん、厳しそうですね。なんか始まってるんですかね、9時半ぐらいから。ゆうかさん、動画終わってないよ。わかったわかった。何回も言うやん。オッケー。なんか渡せなくなったな。みんなありがとう。みんなね、アーカイブではちゃんと見れると思うんだけど、まあそのみんな戻ってみたりしなくてもいいんじゃないかなとは思うよ。うん。このリアルタイムでやりとりした方がさ、楽しそうだからさ。ナッツンさん、地面の怒ってるところを掘るとベルが出てきますよ。そこにベルを埋め直すとベルが鳴る気になります。すごい。なんかあれだよね。スコップをね、あれしたらいいんだよね。お願い。ヤドカリ。はあ。あ、雑草。雑草売ろう。みんなね、止まった。アーカイブ楽しみにしてます。はい、有田さんごめんね。小田井さんもごめんね。そうだね。どうしようね。どうしようかな。今日はね。今日じゃあ終わる、そろそろ終わっちゃおうかな。みんなね。見れないもんね。もう、斧壊れた。皆さん、見えてますか？あ、動いた？動いた。不安定。なるほど。今日はちょっと、早いけど終わりましょうかね。おかえり、みんな。ちょっとね、俺もね、みんなとね、やりとりできないとね、そう、そんなに楽しくないからさ、やっぱりみんなとこうやりとりしながらやれるのが、ゲーム生配信の良さだからさ、今日はちょっと、セーブして終わろうかな、じゃあね。そうしようかな。せめてさ、ちょっと待っててね、みんなね。りょうくん、わお。あ、豚肉さん寝落ちてた。どうやったらセーブできんだ？じゃあ一旦セーブしよあ、戻ってる？
見えてる方いる？ちょっとね、ちょっとね、皆さん、あ、今見えてる。おかえり。ありがとう。あ、見えたよ。見えてる？今ね、ちょっと一回セーブしようかな。どれセーブって。セーブってどれだ？あ、戻った？おかえり。ちょっとどなたかセーブの仕方教えてくれる？ あ、見れてる？おかえり。おかえりみんな。ありがとう。マイナスボタンでできる。ありがとう、レイさん。はい。ちょっと一旦セーブしようかな。セーブして終わる？みんなありがとう。教えてくれて。オッケー。あ、赤パルワンさん、今来ました。ありがとう。あ、ここに戻っちゃうんだね。あ、ジョブ同セーブなので基本しなくて大丈夫ですよ。なるほど。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待ってね。今ね、赤沢のともちゃんから電話がありましたんだけど、今配信中だよって送りますね。今安定してる？今のはね、ともちゃんでした。仲良しですね。今配信中だよって。もしかして助けようとしてくれたのかな？そんなことないか。はい。というわけで、旦ね、どうしようかな。ちょっとね、田口ね、みんなとね、話しながら、熱盛やりたいからさ。ちょっとこうなってくるとね、こうなってくるとあれだからさ、ちょっと熱盛は終わろうかな。みんな、どう思う？俺ね、みんなが、と会話しながらじゃないとさ、やりたくないんだよね。やりたくないっていうか、そう、わかんないしね、何やればいいかも。みんなが教えてくれるから楽しくできるからさ。うん。というわけでね。ちょっと待ってね、みんなね。ちょっと待ってね、田口。今いろいろ考えてるから。はい。あ、固まってる？みんな。声だけ聞こえたりしてんのかな？ちょっと待ってね、みんなね。今ね、田口はね、頑張ってるよ。ちょっと待ってね。止まってる？やっぱ止まってるって。はい。はい。固まる。やはり、固まりますか、皆さん。というわけで、皆さんが固まるというのなら、私はね、ゲームはね、やれないんですよ。皆さんと一緒じゃないと。集まれ動物の森はね。なので、皆さん、助けに来てもらいましょう。この方に。はい。ゆうちゃんです！ゆうちゃーん！こんばんは、みんな。ゆうちゃん、ありがとう！皆さん、
ゆうちゃんが来てくれました。イエーイ。急遽無理やり呼びました今。朝倉ゆうちゃん助けてって。はい、いやいや、とりあえずこの曲流しておきましょう。すごいね。はい、ゆうちゃんです。はい、やろう。ゆうちゃんです。ゆうちゃん、ね、救世主。見てたけどさ、ずっとまあまあ止まってたから。そうなんだね。うん、よかった、ゆうちゃん来てくれて。というわけで皆さん、いやいや、残り1時間もないですけども、急遽あつ森は一旦置いといて、ゆうちゃんと何かしたいと思います。そう、ちょっと俺も、うん、iPad 取ってくるわ。あ、お願い。あの、やっぱね、俺、集まれ動物の森はね、みんなと会話しながらじゃないとやっぱやだわと思ったので、とりあえず今日はね、ごめんねみんな、もう本当に全部そのくるくるのせいなんだけど、動物の森はまたいずれやるから、皆さんごめんなさいね、動物の森だ見たかった方。でもね、やっぱりゆうちゃんが来たところで、あの、止まってはいるんですよ。いや、そうだね。本当にそうなんですよね。ずっと俺のも動いてないもん、 iPad。 いやー、大変でしたね。でも、うん、すごい。でもさ、うん、途中までのほほんとさ、コメント見ながらやってたから、そう、これはこれでいい配信だなと思ったのよ。そう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 、昨日一昨日とはさ、また全然違ってよかったんだけどね。うん、ね、まあ止まっちゃうのはね、しょうがないね。うん、だってさ、もう視聴者さんもすごいね、たくさん見てくれてたのにね。ね、すごい見てた、ね、最初からもう200人近くいったんだもんね。うん、だから、まあ仕方ない。あ、豚肉さん、バイバイ。ありがとう。ありがとうございます。あやちさん、バイバイ、ありがとう。あかねさんも、バイバイ、ありがとうね、見てくれて。ごめんね、くるくるしたのに見てくれて、ありがとう。はい。というわけで、いや、ゆうかさん、これアーカイブは綺麗に残ってくれるのかな。ね、結構ね、ちょっとね、飛び飛びになったりしてる可能性もあるんですよね、そういう時も。ね、まあね、本当に、うん、ちょっと何する、ゆうちゃん。で、俺もう、俺ずっとさ、うん、この、まあ、ここだけの話、うん、スマブラやってたのよ。いいですね。はい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 、フラグじゃないですか。で、自分が使うキャラクターはちゃんと出せたから。あ、よかったよかった。あ、だから、いつでももうできるという形にはなってるんですけど。なるほどね。はい、あ、本当にね、見れてる人は見れてるんだね。スマブラって言ってくれてる人もいるから。あ、本当だ。ゆうかさん、いでちゃんさん、ありがとう。そう、スマブラやるって。アイリスさん、田島さん、バクって田口さんがだけどねって7回くらい言ってた。確かに言ってた。マジ。ずっとね、バグって言ってたから。そっか。いや、みんなと話せるのがさ、生配信の一番の良さじゃないですか。うんうんうん。それを封じられたら、もう、それはもう、確かにね。うん。困ったもんだぜ。どうしようかな、まして。ね、調べたけどさ、うん、別に特にすごい大物が配信してるっていう雰囲気でもなかったの。あ、そうね。うん、まあ、だから、どうしよう。どうしたもんだい。ね、じゃなんかね、だって週にさ2回ぐらいあるじゃん。あるね、これ。うん、そんなにある、なんでだろう。なんでだろうっていうか、どうしたらいいんだろう。これは何なんだろうね、うん、その、うん、ネット環境のせいなのかな、 YouTube の。そうじゃない。だから単純に今の時期に生配信してる人が多いから、うん、その YouTube の予想よりこうグッてなってって、キャパがオーバーしてんじゃないかな。うんうん、ああ、なるほどね。うん。そういう感じか。うん。困ったもんですわね。うん、ずっと止まってるもん。うん。だって今の会話誰も拾ってないもんね、コメントで。うん。そうだよ。ごめんね、みんな。ちょっと。すごい。ほら、ずっと見て、うん、止まってる。うん、
こんちゃん。まあ、今こんちゃん助けてくれ。今日とかはもう仕方ないけどさ。うん。ちょっとでもなんか、ね。ね。改善していかないと、これみんなのストレスになっちゃうからね。そうだね、うん、本当に。毎日やってる意味がなくなってくるから、そうなると。うん。ね。ヨルさんありがとう、りょうくんが謝ることじゃないですよってね、言ってくれて。そうね。りょうくんは本当に悪くないんだけどさ。そう。でもやっぱこれを配信してる側としてさ、何か考えていかないとね。あ、エイステの CD 届きました。よかった、なぎさん。ありがとう。みんなありがとう。いやー、大丈夫です。みんなありがとう。本当にみんなが優しいからね、そうなんだけどね。嬉しいんだけどね。でもなんとかしたいんだよな、やっぱり。どうにかね、こういうのが起こらないようにできる世界になってほしいね、本当にね。ちょっとでも改善していかないと、これは。マジで。今一番の問題な気がする。この配信をやっていく上で。せっかくね、俺らも楽しくやれてて、みんなもね、結構楽しんでくれてるなって思えるのにさ。うん。こんなよくわからん理由でね、うん、ちょっと、なえちゃうから、それは嫌だ、ね。そうだね。うん。それは一刻も早くなんか、みんなでね、ちょっと、向き合って、少しでも改善できるように頑張りますんで。よろしくお願いします。はい、明日の話する？明日はですね。あ、そうだね。うん、明日の話しようかね。今日って何曜日？火曜。今日は火曜か、あ、水曜。水曜。うん。水曜でこうなるって何なんって話じゃない？今日火曜かな？どっちだろう？ちょっと。あ、水曜合ってる。合ってる。あ、合ってた。明日はですね、23日ですね。はい。明日は、ゆうちゃんとカントが来てくれます。イエーイ。今日もね、無理やり、今も無理やり来させたんだけど。いや、すごいいいね、でも。そうだ、こういう時はね、コメントしたらいいんだ、忘れてた。うん、ゆうちゃんちょっと喋って。あ、いいよ。明日何する？あのね、明日とりあえず、その、例の罰ゲーム企画はやりましょうね。それはそう。それはそう。そう、僕がガングロにするという企画がありまして、それをやっていきたいと思っております。うん。マリカーで負けたんだよね。そう、マリカーでひどい負け方したんで、ちゃんと、それをね、制裁するかのごとく、罰ゲームをやっていきたいと思います。明日は、なんかその企画的なものとかっていうのはあるんですか？とりあえずだから、ゆうちゃんに、うん、さ、ゆうちゃんとカウントと最初話して、うん。ゆうちゃんがガングロメイクに入ります。で、うん、で、まあ、その間ちょっとカントと話したりしながらやって、うん、でゆうちゃんのガングロメイクが終わったらそれいじって、うん、あれね、カントのオンラインスクール第2回をやります。わー、素晴らしい。みんな大好き、大好評。いやー、いいっすね。うん。あれをやりまして、はいはい、はい、はいはい。ぐらいですかね、今んとこ考えてるのは。ああ、なるほど。うん。いやいやいや、いいじゃないですか。うん。楽しいですね。うん。ちょっとだから、プラスでいろいろ考えてもらって。まあ、そうですね。うん、この後考えよう、終わったら。そうだよね。うん。考えましょう。で、その次の日は、なんと。なんと？ゲストが来ます。ほう。いいゲスト。誰でしょう。誰だろうな。じゃあ平行四辺形クイズみたいにやっていきましょう。やっていきましょうね。違う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 。水平思考クイズね。平行四辺形クイズはもうこれもう何が伝えたいかわからん。これもう何を表してんの、この平行四辺形のところ。なんだっけ、水平思考クイズだ。あ、水平思考クイズか。
みんながあんまり聞けてないのがちょっともうショックなぐらいめちゃめちゃおもろかったわ。あ、みんな聞けてる聞けてる、よかったよかった。聞けてた。ちょっとラグがあるけどやっぱりいつもより、はあはあ、うん、あ、ちょっと待って。水平思考クイズ、うん、もちおさんありがとう、ごめんね、くるくるなのにありがとうございます。うん、いいよ、質問してて、今日も発表しようと思ってるから。あ、ほんと？うん、じゃあ、たーちゃんにゆかりがある人ですか？そうです。なるほど。舞台で共演したことある人ですか？はい。仲はいいですか？はい、悪い人はいません。まあそうだね、うん。ご飯は一緒に行ったことありますか？はい。俺も知ってますか？はい。俺も仲いいですか？はい。タグイベメンバーですか？いいえ、タグイベメンバーはゲストって呼びません。背は俺より高い人しかいないから、うん、背は俺より高い人しかいないから、うん、ターちゃんより高いですか？はい。俺と共演したことありますか？共演はないかな。ない。うん。あ、年齢は若いですか？はい。もうタグイベ出たことありますか？はい。ほう。直樹。いや、俺より高くないでしょ。あ、そっか。直樹高くないか、単純に。うん。もうこのチャンネルに出てますか？はい。出てるの？はい。出てるんだ。うん、全然。お、うん、あ、わかった。はい、ゆうちゃん。ゆうき。正解。皆さんまた勇気が来ます。あさって24日。すごいね。そう、ただね、ちょっと金曜日だからね、またくるくるなったら心配なんですけど。そうだね。うん、なので、ね、ちょっと考えつつ、はいはいはい、明日の方がいいかなと思ったんだけど、今日もこんなんだからさ、うん、もう曜日とか関係ないのかなっていう感じは。なるほどね。正直ありますよね。いや、すごいな、でも。勇気も嬉しいね。そう、勇気も嬉しいんだよ。3回目じゃ。3回目。おー。うん。もう、長谷川と同じ数出てる。ケンタもっと出ろじゃん。そう。長谷川はね、次ね、20何日かにまた出てくれるんだけど。あ、昨日のやつやんの？あ、昨日のやつやるよ。いや、俺出たいよ。あれ出たい？うん。あ、ほんと？歌の、うん、歌のやつ？あれ面白かったよ、昨日も。いや、昨日面白かったよね。うん。あ、やっとみんな結構見れてるかな。今やっと視聴者さんも戻ってきて、コメントもたくさん来るようになった。見れてる今。くるくる落ち着きました。さやさん、ありがとう。よかった。いや、よかったよかった。うん。でもね、やっぱね、一人でゲームしてるときにくるくる来たらもうね、もう何もできん。終わったね、それ。終わったってなるね。ただただ独り言言うっていうだけだし。うんうんうん、あ、見れたらよかった。まあさ、3時間もやってるからさ。まあね。ずっとってことはないんだけど、やっぱ途中1時間でもこうなったらしんどいよね、うん、みんながね。確かに、うん。ちょっと改善しますね、皆さん。本当にごめんなさいというか。それでも見てくれて本当にありがとうございます。頑張りますんで。いや、嬉しい限りですね、うん、いやね、じゃあそのメロディー先生に俺も会える時があったら。そうだね。はいはい。その日はとりあえずゲストが来る予定です、長谷川と同時に。あ、マジで？うん。それやばいじゃん。そう、やばい。激アツ展開。激アツ展開。じゃあまたその枠ないね、うん、俺ね、出れるわ。いや、わかんないけど。それはわかんないけど。メロディ先生の授業受けたかったけど。受けたかった？うん。昨日
さ、めちゃめちゃ面白くなかった？いや、ゆうちゃん、おとといのゆうちゃんもマジでめちゃめちゃおもろかったし、久しやばいな、久しやばいやばいけどさ、マジで同じぐらいやばいからさ、あなたよく言えるなってみんな思ってるよ。嘘。本当に お釣りの件はめちゃめちゃ面白かった。お釣りおもろかったよね。おもろかったよね。うん、自分でさ、じゃあお釣りのやつやってくださいよって言ってからのお釣り出さないからね。おもろいな。ねえ、うん、ふうこさん、くるくる治らないです、がっかり、ごめんね。あーあーあーあああ、とりあえずさあ、うん、まあ、あともんやろう。あ、オッケー。うん、確かにね、うん、こういう困った時のあともんだから、そう、それは間違いない。皆さん、あともやります。いや、ていうかさ、昨日俺 A めっちゃうまくなかった？うん、うまかった。俺ピアノ描いて自分の絵にビビったもん。成長してるね、マジで。こんなうまい、まあまあうまい人だったよね。うん、まあまあうまかった、普通を超えて。うん、なんか、はい、絵心を越してたね。何それ、これ俺らで決めちゃっていいかな、じゃあ。うん、いいと思う。あったらいいけど。あ、みんな褒めてくれてありがとう。なんか、たぬきちっていう意見が。いやいや、それは俺の方が有利だから。みんなたぬきち人気だね。うん、今度描こう、たぬきちは。オッケーオッケー。もうちょっと。ペンギン。ペンギン描いたよ。描いた？うん。少なくとも俺は。あ、嘘。本当。ああ、なるほどね。うん。なぎさん、サザエさんも書いたんですよ。ね、書いた書いた。あ、じゃあさ、その、まるちゃんとか行こうよ。いいよ。ちびまる子ちゃん。いいよ。小鳥さん、そういえばりょうさんのハロウィンイラストの方のペイントのナンバーはどうして9なんですか？俺がね、結構9が好きなんですよ。それだけ。じゃあ、まるちゃん書きます。やつがない。まるちゃん、まるちゃんどんなんだっけ。やばい、俺さくらももこさんがびっくりするぐらいうまいかもしれない。マジ、さくらももこさんびっくりするぐらいうまいわけないやん。わかんないな。なんだっけ、顔。まるちゃんとかさ、あんま見たことなかった？え、結構見てたよ。あ、嘘。結構目大きいよね。マジ、さくらももこ先生もびっくりするよ、これ多分。やべえ、これダメだ、小学生になんない。ちょっと、みんなも書いてね。あ、そう、 あとね、明日はね、ファンアートの紹介もしますんで、皆さんぜひみんなも書いてみてね。サミさん、ありがとう。ごめんね。
ちょっと成長しちゃったな。成長したまるちゃん。ああ、いや俺すごい上手。マジ？うん。なんかちょっと怖いもんな。嘘。できた、ゆうちゃん。あ、できたできた。あ、ほんと。うん。服が全然覚えてない。あ、嘘。ほんと。スカートだっけ？スカートだよ。怖い。怖いけど、なんか、すごい。絵の、うん。うまさは上がってるんだけど、まるちゃんはもう全然似てないな。あ、嘘。ほんと。ちょ、ゆうちゃん見せてよ。いきますよ。うん。じゃん。おぉ、すごい。すごい。かわ、あ、かわいいわ。こんな感じだよね。うん。ふふふ。うん、あ、かわいいだよね、うん、まるちゃん。あ、上手だって、みんな、ほら。みやちゃんさん、ありがとう。田口くん、前川くん、ゲスト、ありがとうございます。いつも素敵な衣装を用意してくれるりゅうちゃんにも感謝です。ありがとう、みやちゃんさん。ありがとうございます。みんなね、見れてるよね。みんなのコメントがね、来ると本当に安心するよ。ありがとう。行くよ、俺。いいよ。ちょっと待って。いいよ。オッケー。ちょっとね、不愛想になっちゃったんだよな。不愛想。うん。まあ、それは口のせいだって、うすうす気づいてはいるんだけど。うんうん。いくよ。まるちゃん。でもね、マジで。まるちゃんに似てるかどうか置いといて、絵はね、うん、上手くなってるのよ。いきます。じゃん。ごっついわ。こんなんじゃなかったっけ。いや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 、もう花沢さん、ちょっと花沢さんじゃない、なんだっけ、あのいるじゃん、混ざっちゃってるよ、もう。野口さん。野口さんね。あ、野口さん。うん。いや、もう体ハンターハンターじゃん、もう。何すごいよ。いや、だってもう特徴、あ、まあ口のせいだね、多分ね、それはね。でも口はやっぱ俺のこだわりだからさ、やっぱり。うんうん。うん、納得してくれるんだ。だ、ランドセルもでかいし。クーラーボックスかっていうぐらいあるだろう。ねえ、ほら、うまくはなってると思って。いや、ね、でも本当に絵の質はすごいね。そうだよね。うん、うまくなってると思う。表現力上がってきてるよね。上がってきてる。オッケー、ありがとう。うん、まるちゃんでした。まるちゃんです。学校休む。いいもんね。さあ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 、2問目いきますか。ああ、行こう。じゃあ、クジラ。クジラ。うん。かける気しかしない。クジラがきます、皆さん。なんかこういう模様あるよな、気のせいか。もっとこう下の部分にあるのかな。うん、やべ、クジラは下手かな俺。
ちょっとわかんない。ちょっとわかんないな、クジラ。もっとでかいんだよな。こうもっとイメージがこう、ガッって感じなんだけど、やっぱホワイトボードがね、ちっちゃいんだよな。やっぱ俺の想像力はこのホワイトボードじゃちょっとちっちゃいみたいだよな。計り知れない？やっぱり。何を書けばクジラ、よりクジラになるんだろう。いや。ヒレ。いや、ちょっと違うな。違うな。どうしようかな、みんな。どうしたらいいかな。唇こんな熱くない？唇なんだ？こんなだったっけな、クジラって。いや、ここに多分あるんだよな。はい。いや、これひどいわ、俺、ちょっと。あ、ほんと？うん。俺はもう、煮もみすらあるよ。煮もみ。煮も？うん。煮もみがある。いや、ちょっとひどい、これは。見せて。いきますね、うん。目だけは可愛いです、いつものごとく。うん、ちょっと待って、何を表現したの、そのくるくるは。こう 黒く塗りつぶそうと思って。ああ、それ下手だね、塗りつぶし方が。でもね、俺もね、大したことないからもう出すわ。いきます。うん、じゃん。うん、これ同点だな。そう、そうだね。うん、うん、これ同点だ。うん、ゆうちゃんひどい化け物だもん、それはもう。なんか こんな感じじゃん、クジラの可愛い目って。塗り方よ、塗り方。塗り方か、うん、塗り方が0点。いや、これ惜しいな。惜しくねえ、適当なこと言うんじゃない。適当なこと言うんじゃない。あんこっぽいって言うちゃんの。あんこか。いやいやいや、すげえ行きましょう。じゃあ行こう。いや、キャラクターのがいい。いや、なんでもいい。俺やっぱチョッパー描きたいんだよね。いや、チョッパーやだ。難しい。うん、その描きたいやつはすごいじゃん、もう、もはや。あ、そうか、うん、そうだね。うん、それ確かに男としてずるいな。そうそうそう。うん、じゃあタイとか描いた？え、あ、恐竜、恐竜、恐竜。あ、いいよいいよ。何恐竜？いや、やっぱ T-Rex っしょ。ティラノサウルス。うん、 OK、 K ね、 T-Rex 系ね、 OK、 T-Rex。 はい、さん、ありがとう。りょうくんたちのおかげで楽しいお休みにすることができました。毎日ありがとうございます。明日から仕事再開なんで頑張ります。はい、さん、仕事頑張って。お仕事頑張ってください。僕らも頑張るからね。みんなありがとう。恐竜かけます、とりあえず。惜しい、うまくいけそう。躍動感。ぐぇっぐぇっ。躍動感をかけた？いや、まだ全然。
ッセス、はい、ガッ、はい、いや、ガッ、いい、すごくいいよ、俺の T レックス。いや、これ俺も結構来てるわ。いい、いいよ。いいよ。強そう。演出も大事。いい、できた、できたよ、みんな。できました。いいだ、いや、これちょっと自信ないな。俺から自信ないからいきます。はい。いきまーす。せーの、ピン。ちょっとつるっとしてない？ T-Rex にしては。ちょっとそう、ね、つるっとしてるやん、T-Rex にしては。もうちょっとゴツゴツしてたよね、でもね。そう。うん。ちょっと、そこがね、物足りない部分ではあるよね、ちょっとね。惜しいなっていう感じでも。オッケー見せて。いくよ。うん。これが私の迫力満点 T レックスです。じゃん。ちょっと待ってよ。何？踊っとるやん。踊ってはないよ。マジで。ゆうちゃん、そのリアクション間違ってるよ。自分が上手いの書いてからのリアクションです、それは。嘘。本当に。しっかり書けた人のリアクションだから。あ、嘘。そのバカにするのは。いや、バカにはしてないよ。いや、バカにしてるっていうか、そう。いや、確かに躍動感もあるし、うん、襲ってるんだろうなっていう気配はあるけど。そうでしょ。うん。踊ってるように見えちゃったもん。いやだから、もうな、あの、俺に何か言えるクオリティの絵出してからにしてます、それは。それできてないから、権利をまず得て、最初に。あ、ない。うん。権利ない。ないか。うん。ちょ、ゴジラみたいな感じじゃん、もう。それはもうだって、ゴジラも恐竜の一種じゃん。あ、まあそうね。そうでしょうよ。うん。もうそれはなんか、論破されるわ、そうなって。そう論破されるっていうか、そう、ゆうちゃんは上手くないとダメよ、このこのゲームにおいて。そう、じゃあなるほどね。そう、どっちかよ、下手で、うん、あ、上手くなったねっていうパターンか、上手くて俺をバカにするパターンしかないから、自分も下手で俺をバカにするパターンあんまないから。そういや、バカにはしてないんだよ。いや、バカにっていうか、そのリアクションの話よ。あ、なるほどね。そうどっちかだから。あ、オッケーオッケー。じゃあ、ね、上手くなることがやっぱ優先だね。そう、ゆうちゃん上手くないとこう落ちないから、うん、俺が後になってる意味ないから。あ、そうだね。そう、確かに。泥試合は望んでないから、誰も。確かに。うん。じゃあ俺が上手く書くしかないってことね。そうなのよ。なるほどね。そうそれ頼むわ。分かったな、うん、じゃあもう次からもすごいね。落ちだから、やっぱりあと思うの、うん、俺の役目は。確かにね。落ちで、あ、意外と上手いじゃんか、おもろいなっていうことしかないから、うん、はい。じゃあもう最終問題ぐらい、もう1問2問いく、あと1問いこう。 OK。 ゆうちゃんが本当にうまい時と、ゆうちゃんがひどい時は、ゆうちゃんが後でいいって言ってた。あ、分かった、うん、あ、 OKOK。 そういや、動物のがいいよな。何でもいいよ、そうなってくると。何でもいいよ。うーん、はるひさん、こんばんは、ありがとう。
や難しいね結構。そうだとキャラクターマリオ描いた？描いてない。マリオ描きましょう。じゃあいいよ、マリオ描きます。思い出せ。いやー言ったけどもって感じだな。ちょっとイケメンになっちゃったな。かっこいいマリオになった。かっこよくなっちゃった。ちょっとあー輪郭むずいな。マリオはどんな輪郭だったっけな。自信はある？いや、ないよ。自信ないよ。あ、嘘。自信あるわけないじゃん。みんなどう？かけてる？みんな？みんな、ありがとう。結構惜しい感じまで来たわ。かけた？かけたよ。あ、嘘。もうあと3分だけ待って。結構だな。口のバランスが悪かった。みんなも書いてね。ちょっとイケメンなんだよな。OK です。 OK。 まあ雰囲気はすごいマリオになってます。はい、じゃあゆーちゃんから言って。いただきます。じゃん。いやもうさあ、もうさ、振りになんないんだよな、もうゆーちゃんの絵って。振りにもオチにもなんないんだよな、なんか。ちょうどね、なんないんだよな、振りにもオチにも。間なんだな、じゃあ。うん、そうなんだよね。
あとね、狙ってる感が絵から出てんだよな。いや、狙ってないんだって。いや、狙ってる感絵から出ちゃってるもん。うそ。ほんと。いつもいつも。これ精一杯よ、でも。狙ってる感出ちゃってるよ。いや、正解が見たいもんね。正解見せるよ。イケメンマリオ。いくよ。どうぞ。じゃん。もう暇だからヨッシーとクリボーも書いちゃったよ。いやー、すごいね。戦い強そうだもん、やっぱ。そうでしょ。うん。シュッてしてんだよ、ちょっと。シュッとしてる。うん。うん。すごくいい。ね、すごくいいっしょ。いいよ、いい。ね、ほら。うん。ほら。やっぱ画力が上がってんだね。上がってるよね。やっぱ、うん。うん。顔かっこいいもん。いや、顔イケメン。マジでしょ。そうでしょ。うん。いや、どっちの作品でもっていうか、俺。こう漫画出せそうじゃない、この主人公がターちゃんのマリオで、うん、俺が後ろについてくる人みたいな。ちょっと何言ってか分かんないけど支える人みたいな感じで、うん、いけそうだけどね。あ、いける。うん、はいはい。今日俺の勝ちだね。いや、もう、いや、そうね、乾杯だ。絵に関してはやっぱさ、毎日描いてないからさ。そうね、やっぱ成長速度は俺の方がね、うん、成長すごいしてる。うん、これちょっと負けだわ。うん、クリボーが気になるってみんな。いや、ヨッシーも恐竜だもんな、ちゃんと。そうでしょ。うん、褒めてくれるじゃん。いや、そう、うん、やっぱね、ちゃんと自分の絵を自覚してね、やっぱ、うん、うん、すごくいい、うん、いい作品ですね。うん、ありがとう。勝った。イエーイ。いやー、勝てないな、本当に。はい、田口の勝ちです。いや、負けましたよ、もう。そう、いつも無理やり俺が自分の勝ちに持っていくっていう。あ、津田寛人も書いたって。え、嘘。ほんと、後でツイッター貼っといて、寛人。みんな見たいから。ちゃんとよろしくですよ。はい、というわけで本日も終わりの時間が近づいてまいりました。皆様、今日は本当にごめんなさい、いろいろありまして。またね、動物の森やっていきたいんで、皆さんよかったらぜひその時お付き合いいただけたらと。少しだけ分かったんですけど、まだね、ほとんど何も分かってないんで、これから皆さんにまた教えていただきまして、うんうん、そして動物の森やったことないよって方も、一緒に見て楽しんでいただけたらなと思います。皆さん、ありがとうございました。とっても短い時間でした。というわけで、明日は先ほど言った通り、ゆうちゃんとカントに来てもらって、はい、ゆうちゃんのマリカーの罰ゲームをやったり、タグコミファンアートを紹介させていただいたり、はい、オンラインスクール演劇編の第2弾をやったりします。皆さん楽しみにしててくださいね。そして明後日は前川ゆうきくんが来てくれます。イエーイ。で、ゆうきと一緒にタグビメンバーも誰か出てもらって、なんか企画をやれたらなと思ってますね。皆さん楽しみにしててください。はい、長谷川くんの登場は28日を予定しております。はい、ここだけの情報になります。ツイッターとかには書かないかもしれないんですけども、予定はそうなんで、皆さん、長谷川くん激推しの皆さん、それでよろしくお願いします。お願いします。というわけで、はい、あとタグコミで皆さんつぶやいてください。皆さんいつも毎日楽しみにしております。皆さんがツイートしてくれてるのをね、本当ありがとう。はい、そしてタグコミファンアートはですね、あ、いでちゃんさん、ありがとう。楽しかったです。罰ゲームオンラインスクールも楽しみにしてます。イエーイ、ありがとうございます。そう、海音さん、ありがとう。高評価をしました、ありがとう。皆さん、ぜひ今日はね、ちょっとくるくるで高評価なんて押せねえよって方もいらっしゃると思いますが、それでも押してください。いいよって方はぜひ押しといてください。いろいろいいことがあるみたいです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、あ、住吉さんもありがとう。
こちらこそありがとう。今日もありがとうございましたですよ。本当にありがとう。あ、ゆうたさん出てくださってありがとうございますって、さくらさんが。ありがとうございます。はい。はい。それからですね、さっきも言ったんですけど、タグコミファンアートっていうハッシュタグがありまして、それで、つぶやいていただければ、イラスト紹介したりしますんで、皆さんもしよかったら、抽選なんですけどね、はい、もしよかったらよろしくお願いします。あ、小鈴さん、ありがとう。りょうくんがゆるく優しく熱盛りしてた前半も、ゆうちゃんさんとワイワイした後半もすごく楽しかったです。今日も幸せありがとうございました。明日以降も楽しみにしております。ありがとう。本当にありがとうございます。レイさんもありがとう。奈々さんありがとう。サオさんありがとうございます。勝ち込み島癒されます。またやろう、勝ち込み島ね。ちょっと次電波がいいといいね。ごめんね。はい。スミスさんもありがとう。はい。鳥ごはんさん、動物のマリン配信めっちゃ楽しかったです。こちらありがとうございます。またやりますね。本当にありがとうございます。日向先生もありがとう。日向先生、あ、日向先生じゃない。日向さん、メロディー先生は28日 来日しますか？来日する予定です。あの、80万円握りしめて持ってますんで。はい。ありがとうございます。ありがとう、みんな。しのさくらさんもありがとう、楽しかったです。こちらこそありがとうね。はい、ありがとう。ゆりさん、ゆうちゃん明日期待してますだって。よかったよかった、ありがとう。はい、あいさん、ムーンズ流れでひなまきさんに回してましたね。そう、ツイッターでね、ひなまきじんくんに回しました、自撮りのやつ。はいはい、みんなありがとう。りょうくんの配信大好き。また明日も来ますね。レイさんありがとう。エミリさん、抽選とは何だと。あ、あのタグコミファンアートのことだよ。はい、田島さん、毎日ハッピーハッピーな時間をありがとうございます。こちらこそです。みんなありがとう。あ、抽選はあれだ。タグコミファンアートのこと。全員は紹介できないけどごめんねっていう意味です。りょうくん、メロディー先生、ギャラ高いから無理しないでくださいね。そうですね、マグロン先生。マグロンさん、先生って言っちゃう。メロディー先生ね、うん。ギャラ高いけどね、それ以上の仕事してくれるから。うん、ありがとう、みんな。というわけで、まだちょっとあるからね。もうちょっとありますけど。皆さん、ゆうちゃんとか僕に質問がありましたら答えていきますんで。ね。あと4、5分ですけども。津田先生はギャラ発生してません。あの、ご飯おごります。そうです。嘘だよ。はい。けさゆいさんもありがとう。明日も仕事頑張ります。頑張って。シカさん、りょうくんたちを見てると私も頑張ろうと思う。いつもありがとう。こちらこそ。ありがとうございます。はい、晩ご飯食べてくださいね。そう、確かに。りょうくん、今日は髪の毛くくってるよ、一応。みーなさん、ゆうちゃんの英語禁止マリコもまた見たいなって。さっきね、ゆうちゃんも言ってたんだけどね、スマブラ今ゆうちゃんがやってるから、ちょっとスマブラでもなんかできないかなと思ってますね。りゆうさん、津田先生良心的ね。そうなんだよ、普通はね、メロディーだけだよ。80万払わないと私出ないっていうのは。やべえ先生。あの、谷口くんは明日来るかもしれないです、奈良さん。うん、ちょっとわかんないですけどね。ご飯何食べようかな、梨紗子さんね。ちょっと迷ってる今。8時から11時までがあっという間ね。俺もだよ、本当に。いや、今日もでも早かったね。今日は早かった。うん、動物の森は本当に早かった。早かったね。うん。鳥ごはんさん、スマブラ4人で配信でやるのがめっちゃ面白そうです。やろう、いつか。いつか、ゆうきとかも呼んでね、やりますんで。ぜひぜひ。うん。チーロさん、通話で読み合わせしかできない状況なんですが、お家でどんな練習していますか？うわ、難しい質問ですね、それはね。正直、どんだけ想像できるかだと思います。みんなの声色から、みんなのイメージ映像をどんだけ浮かべてやって、本番に向けてどんだけその本番に近い状態を作れるかですね。頑張ってください。イメージでね、なんとかなる部分もありますんで、頑張ってくださいね。めめめさん、またマイカくん来るんですね。また画伯が見られるかな。そうですね、なんかできるといいですね。タグッチャの着てるパーカーが気になる。かわいい赤バルワさん、これはね、ジェラピケですよ。いただいた、気に入ってます、ありがとう。ゆうたさん、今日は待機されてたんですかね、まきさん。いや、ゆうちゃんはね、多分ね、見ててくれたんだよ。そして急に LINE 送ったら、いけるよって言ってくれて、急遽出演してくれました。ゆうちゃんです。ありがとう、ゆうちゃん。ありがとうございます。うん、そのタイミングでお茶飲もうとすな。
小鳥さん、時間的にいろんな俳優さんも配信されますが、タグちゃん楽しすぎてここに来ちゃいます。ありがとうございます。最高の褒め言葉。ありがとう。ありがとうございます。本当にありがとうね。はい、りょうくん、ジェラピケです。りょうくんのみ配信でデトロイトヒューマンやってほしいです。デトロイトヒューマンだって、ゆうちゃん。デトロイトヒューマン、ちょっとメモっといて。デトロイトヒューマン？そう。了解です。ありがとう。ゆうたさん、さすが褒めてるよ、みんな。ありがとうございます。キュリナさん、りょうくん、昨日山口大地くんお誕生日でしたね。お祝いメッセージしましたか？僕はね、お祝いメッセージはね、ちゃんと LINE でする派なんで、Twitter ではあんまりやらないんですよ。うん。LINE でバッチリしておきましたので。大地、おめでとう。タグコミの実家感好きです。アリーさん、ありがとう。実家だよ、もうここは。みんなの実家だよ。イエーイ。デトロイトビカムヒューマンですかねって、マメさんが言ってる。デトロイトビカムヒューマンって。エミルさん、デトロイトいいですね。セキロもやってみてください。セキロって難しいやつでしょ確か。ねえ。ちょっとね、俺怖いやつもちょっとやってみたいなって思ってます。ただ一人だとな。一人だとちょっと嫌だな。まあみんながいればなんとかなるかな。無理かな。マジでビビるからね、俺ね。あ、いつかゲストに呼んで、テンポヤンキー組の配信も見たいです。カオルンさん、ありがとう。連絡してるからね。第二の故郷。ねえ、小鳥さんね。ファミリーですもんね。ねえ、君さんね。ありがとう。はい。チャットがあったから、くるくるタイム乗り換えられました。本当にそれ嬉しい。一応みんながさ、仲良くしていただいてるからさ、みんな同士が。だから、くるくるになっても、コメントしてるから、大丈夫だよって言ってくれる方がいます。本当にありがとう。もう素敵な場所を作ってるのは本当に皆さんですのでね、よろしくお願いします。はい。キャサユイさん、デッドバイデイライトやってほしい。今ね、ともちゃんとかとね、どうやったらいい感じにできるかなって今いろいろ話し合ってますんで、近々やれるかもしれません。ちょっと待っててね、みんなね。小鈴さん、くるくるタイムでコメント欄の温かさがよりありがたく感じますよね。その通り。水木さん、オンラインなら起床できるね。その通り。いつでも毎日8時にここにいるから。田口は佐藤さん、タグコミで検索して楽しかったなって見てると、ここで名前覚えてるからうっかり話しかけそうになっちゃいます。話しかけていいんじゃないですか皆さんね。まあそれはもう人によるかもしれないですけどもね、みんな仲良しになってますからね。はいはい。磯野にこさん、やった、デドバぜひ。デドバでも本当に怖かった俺。ダーって言っちゃったもん、トモルなのに。ダーって。あ、でもゆうちゃんも好きだと思うよ、デッドバイデイライト。あれ PS4 は持ってないっけ。 PS4 は家ってないね、まだ。 OK。 ゆうちゃんもでも好きだと思う。マジ？はい。というわけで、はるひさん、ありがとう。マロンさん、話しかけたいって。みんなね、優しいから多分大丈夫だよ、多分ね。うん。ありがとう。みんな仲良くしてくれてありがとう。田口ともそうだし、みんな同士が仲良くしてくれて本当に嬉しいです。うん。テリカさん、いいこと言う。お帰りなさいの場所ね。はい。りょうくん、スプラトゥーンしてほしい。スプラトゥーンもね、いいよね。うん。考えておきます。超むずいからさ、スプラトゥーン。タグコメ見てると、スイッチと PS4 欲しくなります。そうですよね。皆さん、ぜひね、買うのもいいですし。いや、もう買わなくても見るだけでいいかなっていう方は、タグチのゲーム配信をちょっと楽しみにしててください。はい。そんなこんなで、今日も11時になったので、そろそろバイバイしようかなと思います。ありがとう。配信もちょっとも癒されてます。大川さん、ありがとう。なぎさん、ルイージマンション待ってます。確かに、ルイージマンションもやらなきゃね。ね、これどういう順番でやればいいんだろう。次はやっぱ動物の森がいいのかな。ちょっとどうしたらいいのか田口は分からないぞね。はい、まあ気分でもね、いいかな、決めていきたいと思いますんで。確かにルイージマンションもやりたい。ヒューマンホールフラットもめちゃくちゃ面白いです。はい、ゆうちゃん、ヒューマンホールフラット前もメモった気がするけど、お願いします。メモってください。はいはい。それでは皆さん、11時になりましたので本日は終わりたいと思います。皆さん、ありがとうございました。じゃあね、ポケモンも待ってます。りさこさん、了解、ありがとう。きのこさん、ありがとう。きみさん、バイバイ。はい、石川さん、ありがとう。
はーい、キャサリンさん、ありがとう、トッキーさん、チーロさん、マロンさん、おやすみ、ゆうかさん、ありがとう、おだよしさん、ななみさん、ななさん、ゆんちゃんさん、ダイオンさん、ありがとう、スーさん、マロンさんもありがとう、うみねさん、アイリスさん、おうかさん、さこさん、りんごさん、エミルさん、トリゴアンさん、なぎさん、さきさん、るいさん、しおんさん、はい、トールさん、ゆうかさん、ことりさん、ありさん、いそのにこさん、れいさん、いでちゃんさん、ひなとさん、きゅうりなさん、さこさん、みんなさん、まめさん、けさゆうさん、ちいろさん、しかさん、りゆうさん、あいさん、ありがとう、はるいさん、ななさん、みずくさん、ありがとう、さつずさん、せりかさん、もとさん、ありがとう、エミルさん、おだよさん、ならみさん、よくありさん、ありがとう、さらいさんもありがとう、はい、はい、それでは、てこさん、ありがとう、おやすみ、ななみさん、おやすみ、フィリーネさん、おやすみ、タネアリバジルさん、おやすみ、あ、まいさん、ありがとうございます。こちらこそ、バイバイ。はい、ありがとうございました。りさこさん、ありがとう。エミルさん、おやすみ。はい、年中さん、おやすみ。ありがとうございました。また集まりしようね。うん、しましょう。コンペイトーさん、ありがとう。はい、ふみさん、ありがとう。明日、また待ってます。それでは、皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。じゃあね。おやすみ。最高。最高。